アイドルワイルドはスコットランドエディンバラ出身のロックバンド1995年結成これまでにイギリスで30万枚以上のアルバムを売り上げるなど中堅バンドとしての足場を固め浮き沈みの激しい UK シーンをサバイブしてきた1998年冬の初来日公演以降長らく日本でのライブは行われなかったが2007年の 第3回ブリティッシュアンセムズにおいてヘッドライナーとして出演し、久々に日本のファンにその健在ぶりをアピールしている。1997年のデビュー当時、英国ではブリッドポップはすでに終焉を迎え、トラビスを中心としたバラードバンドが英国を席巻していた。そんな中、アイドルワイルドはむしろパールジャムやニルバーナの影響を強く受けたノイジーな パンクサウンドを特徴としていた。2000年発表のセカンドアルバム、100ブロークンウィンドウズからは、それまでのパンク路線から離れて、独自の音楽性を追求。その成果が結実した2002年発表のサードアルバム、ザリモートパートでは、前衛3位、10万枚以上を売り上げるセールスを記録。しかし2005年発表のフォースアルバム、ウーニングス・プロミッシュズを最後に所属していた EMI を、 離れ、インディーでの活動に転じる。フロントマンのロディオンブルは、近年バンド活動とは別に、スコティッシュフォーク路線のソロ活動を行っており、2006年に、ファーストアルバム、マイ・シークレット・イズ・マイ・サイレンス、2008年に、クリス・ドレバーとジョン・マッカ・スカートのコラボレート作品、ビフォー・ザ・ルーイン、2011年には、セカンドソロアルバム、ザ・インポッシブル・ソング&、アザ・ソングズなど、 アルバムを定期的に発表しながら、ソロアーティストとしても評価を固めている。またアイドルワイルドとしては、2007年にサンクチュアリから、フィフスアルバムメイクアナザーワールド、2009年にはシックス,スアルバムポストエレクトリックブルースを自主発表している。ありがとうございます。